まこなこです。さて、続きやっていきましょうか。今現在何をすればよかったんだっけか？少なくとも、今雪降っていて、これ、水がない。これ遠い範囲あるのかな？この井戸。ちょっとなんか今隠水されね。よくないね。となると井戸を作りたいんだけど。井戸。まあ、どこにあるのか探すのが大変。これか。まあ、こっち側置いとけば。あ、まあ、やるのか、これ。厄介だね。で、病院にいるけど、そっか、前回赤痢にかかったとかいう話あったけど、これ治す手段というのが、サービスか何か？病院みたいなものが。あと市場を作ればなんかお金が集まって、うんぬんかんぬんでも見たような気がするけど。ああ、病院。薬屋か。多分何かを、まあ必要条件。読み方わかんないな。なんとか療所になってるけど、施療所でいいのかな。まあいずれにしても何か。さらに必要。これたくさんあるね。この辺なんでできないんだろう。資材置き場他にあります。資材置き場。うん、これなんか樽が保管容量いっぱいになってるね。となると何かまあ作れなんだろうけど、どれだどれだ。保管。わかりやすく、そばに置いておきましょうか。で、食料がまだまだ厳しい。まあでもこの作物、これ上がそうなんでね、上がなんかできてないんでね。うん、これだとなんかできそうな気配あるんで。これでいきましょうか。あとなんでここに魚あるの前回も思ったけど。んで、狼みたいな鳴き声。これ前回、この声が聞こえて、その後に、狼やってきたかのような状況になっていたと思うけど、関係ないのかな。さて、食料また厳しくなっている。今できる何かこれをやるとかね。そういう案内がないから。この移転先は表示されてないか？ちょっと待って、病気に亡くなったになっている。まあ、赤痢もしょうがない。かわいそうに。亡くなった住人に何かしないといけないとか、その可能性もあるね。なんだか何をすればいいのやら。うん、ついついなんかボケっとしちゃうけど、何かをガンガン立てていかないといけないと思うんだけど、とりあえず墓場も必要か。そうなると、ん、墓場も範囲だな。さて、食料もなんとか耐えている。人口、特段手打てないか。だが、当面は問題なくなくなったかのような、ちょっと早めましょうか。これなんだろうな、解体。今してるのか。で、場所を移動。もうこれ場所を多分移動。違うな、これは釣りか。どっかこっち側、これか。ここに多分移動されるはず。死は適切に葬るべし。うん、虫を引きつける。
まあ、墓地作れるようになってるね。とりあえず墓地はこっち側作ってるんで、これ優先になってるね。ああ、多分勝手にこれ優先になったな。多分だけど、何か上に乗せて作る際は勝手に優先になる可能性がある。やたら岩が硬い。終わった。150必要。これ、井戸作ったけど、範囲外？今水持ってってね。持ってってないな。いや、関係ない人が持ってったような気がする。ここの人は？まあ、後で、もうちょっと様子見て、多分、水、汲んでくれると思うけど、範囲には入ってたんだよね。さて、ここで亡くなった人。この人は？あ、持ってった、持ってった。もうすでに墓地ができたってことか、こっち側。うん。なんだろう墓、まあ一つ小さいのが。さて墓地残り48名。で研究か何かでね、研究みたいなもの、特段ないね。このゲーム研究なかったっけかちょっと他のゲームなんか似たようなゲームでたくさんやってたんで、なんか、今は、何をやればいいのかわかんない。このティア2に行くには、何をすればいいのかも、わかってないんで。地下貯蔵庫。これは食品を保管するため。腐敗の進行を抑えることができる。うん、新しい住民が移住、また住民も生まれた。となるともう一個ぐらい家作るか。うん、公的度みたいなものがあるけど、まあそれが何なのかは分かってない。とはいえ28分の25、住居は十分。備蓄が減っている。これどうなんだろうな。ちゃんと、あ、どういうふうに見たらいいかがわからないから何とも言えないけど、作物が選択されてない？どういうこと？現在進行中。削除はしない。あ、なんかゲージがちょっと上がってるね。これ1年目、2年目、3年目ってことになってんのかな。1、2、3、上しか今作られてないってことだもんね。まあ3年分でちゃんと土壌とか考えてやっていくとか、そういう可能性はある。ここ、天、いや天じゃないんだよな。いや天作った、今。天ってあれだよね、糸のやつでね。他、燻製作ってもいいんだけど、まあ魚も燻製にできるので、ならば燻製作りましょうか。魚こっち側なんで、ここら辺に。ああ、場所どこがいいのか。あんま変わんないか。で、となるとこの釣り小屋たくさん作ってもいいんじゃないかなって気がね、するんだけど。釣り小屋。だから以前作ったけど、反映されなかったみたいなことがあったから。で、この他は？次のティア。ああ、なるほどね。この次のティアに行かないとダメなんだ。で、市場を作らないとダメなんだけど、住民やってきた。人口30分の今28。30人になれば十分。木の板、木の板はどうやって作る？
まあ市場と、まあ市場か市場か分かんないけど、市場か、あと木の板、それを作るために何かしないといけない。まずリソースでしょ、木の板といったら。これだ。響きでいいのか、読み方はちょっとよく分かんないけど。あ、まあ、こっち側に資源あるから、資源関連こっち側に持ってった方がいいかも。で、あと市場でね。食料関連。じゃない。保管関連じゃない。住居でもない。日用品サービス。ちょっと待って、もう10目撃。どこどこ？ダブルクリックしても何行かないのこれ、その場所に。あ、ここ、ここ、ここ、誰もなんか、誰も助けてくれない。以前は助けてくれてたのに、なんでみんな逃げてる？ちょっと、みんな逃げてんだけど、ひどい。この人、あ、家帰った、家帰った。ハンターいるでしょ、ハンター。あ、ハンター何やってんのこれ。あ、これハンター？じゃあ、この人も家、あれ、ハンターは？ハンターどこ行った？いや、この狩人は何やってんの？そして、これ攻撃ずっと居続けることになるんだけど、クマ。狩人が仕留めると。うん、その狩人がどっか行ってしまってるんだけど、もう一個あったよね、狩人。こっち側。まあ、もう範囲外だからダメっていうのはあると思うけど、となるとこの家の方に引き連れてくる可能性があるから、家の方にも狩人一個立てておくっていう手はありかも。うん、食料の備蓄が減っている。狩猟小屋。ここら辺守るように。あれ倒せれば多分、いろんなもの手に入ったんだろうね。お肉とか。これ優先させましょう。早々今みたいなことがないとは思うけど、腐敗によって投棄されたものが貯蔵庫。なんで食料ないのにうまく使ってくんない？投棄されたものをなんか処分とかは？チェックマークあるからこれ外すと使われないとか多分ありそうだね。で、そうじゃなく、市場に関しての情報を今集めようとしてた。市場は、資源生産にあります。うん、響き場は今作ってる。保管庫は作ってないか？保管庫。さっきのと違うのか？うん、これで。次、こっち側か、優先。まあ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 。クマは、なんとかなったんで。なんとかなったと言っていいのか分かんないけど。こういう普段、全く、狩りが役立たないんだよね。で、かといって、すぐそばになんか、枯れそうな、獲物がいるような。これあれだな、HP 減ってるな。一応戦った後はあるかもしれない。でも最終的に真ん中に集まるんであれば、あ、キビキ所、これも優先。狼の声は聞こえるんだけど、どこにいるかまではわからない。そして食料結構増えてきたね。悪くはない。うん、そして雪降って。あとは、道だよね。道、確か移動速度が上がる。ああ、これ来てるね。熊、また来てる。ここ、狩人。これ、何やってんのこの人。あ、向かってる？向かってないわ。ちょうど範囲から。
あ、飲まれてる。道はなんか移動速度が速くなるんだけど、一応費用とかがかかるから、費用はこれお金なのかな、単位は。うん、それを見ようと思ってもわかんないんでね。移動しちゃうから。丸太がない。丸太はなぜない。これまたベリー、腐敗してる。範囲指定できてない。そんなことないよね。適当に。ここら辺。火を切ってもらって。まあ、これもベリー取るのやめて、魚とかで代用する。まあ、茂みもいらない。石か木を取ってもらう。あ、あれだ。薪にしすぎてるな。薪ってでも、あれ？これ一旦潰さなかったっけか？どこだ、どこだっけかな？どっかで一回止めるみたいな回収ではない。どこだ、どこだ。どこかでこの動作をやめるみたいな設定あったはずなんだけど、それがどこだかがわかんなくなってんだけど。ちょっと待って、なんか来てる？大丈夫か？え、まさかの何？こんなわかんなくなるなんてことある？まあ、そもそもこれなんでもう一回動き出してんのかがよくわかんないけど。どっかってね、まあ、この人、何かするって感じでもないしな。前回できたことがなぜできない。まあもうこれ回収しましょう。何かの操作でストップは絶対あるはずなんだけど、なぜそれがわからないのかが謎。あー、これだ。あ、これちょっとちょっと壊すのやめてくれ。壊すのやめてくれ。いや、ダメか、もう遅いか。まあいいでしょ。まあ木はまだ他でも使ってるしで。で、これちょっと、あ、これじゃないな。ちょっと休ませたい。うん。これでなんとかなるでしょう。うん、畑もいい感じに。もうちょっと畑作りたいね。これ拡張みたいなものもあるんでね。拡張畑。うん、ちょ。ん、倒した？これ何？これなんだろう。クマかな？猛獣。狼か。やるね。多分だけど、お肉に、保管、魚とか、薪とか、水を保管してる。あー、なんか、なってないのかな、これは。ベリーと魚の燻製。まあ、多分、倒したんだれば、勝手に肉とか皮にしてくれると思うんだけど。で、さっきやろうとしていた畑の拡張。あれだ。どうやってやんだっけか、これ。ん？拡張、外に拡張するんじゃないの、これ。中？そんなことないよね。ドラッグってわけでもないしで、拡張方法わかんないんだけど。向こうの配置ですとか言われてる。普通に考えれば、こう隣接させてじゃない。うん。ポッポッポって感じで。あ、こうだな。あ、うん、なるほどね。
こう真ん中を隣接させて広げるみたいな、そんな感じじゃないとダメだった。なぜ向こうの場所、ああなるほどね、ここに井戸があるからか。まあいずれにしても悪くないんじゃない。うん、丸太もたまり出している。そしてうん、保管容量いっぱいは何がいけないのかがちょっとわかんないけど、石はいらんな多分。あと雨とか薬草も今のところいらない。文字がちょっと見えないな。特に雨を取ってるとかそういうのはないと思うんだよね。で、ここのクリアが何をクリアするのかが分かってないから、例えばこういう木をもうなくすみたいな意味合いのクリアなのか、それともまた別なのかが分かんないんだよね。とりあえず石はいらないでしょ。もう石いらないんだけど、石を取ってくれないと何か建てる際に邪魔になる可能性あるから。うん、人口は30人いっている。で市場、あ、これ何か範囲あるね。うん、本当にこんな並びでいいのかっていう気がするけど。で、今板10あって40まで作ればアップグレード可能。市場も市場も今建設できたんで、これでまた様子見ましょうか。食料も十分だが、あ、燻製はできてんのかな。燻製どこだ、燻製する場所ここか。燻製、もう一個作った方がいい可能性もあるけど、うん、魚は大量にあるんでね。まあでも燻製ばかりというわけにもいかないし、で、木の板がなくなった。木の板何に使われてんだろう。あんまり使ってもらいたくないんだけど、これか、あ、これだ、これ市場は作ってくれないと困る。木の板はここか、響き所。ペース的にはそこまで急いで木を作る必要もないしで、ね、熱波が迫ってる。うん、水の供給が十分じゃないといけない。井戸ここにある。そしてここら辺水のマークついたのもなくなってるんで、問題なくなったんでしょ。あんな風に言われると井戸をもう一個くらいは作らないとダメかなとか思うけど、で他にもなんかいろんなものが作れるようになってる。野作職人、かごや、うん、作業効率を上げることが可能。今はもう手当たり次第何でもいいんで作っていってしまうのがいいと思う。川なめし、うん、多分防御絡みが上がるんでしょ。結構なんか汚染度が高いね。さて、あと板2つ、それで作り終わる。で、市場作り終わった後に木の板貯めて、今人口32分の31、
建物が燃えてる。ちょっと待って、これどうやって何消すの。勝手に井戸の方水汲んで行ってくれる。大量になんか大量に行ってんね。え、じゃなんか昇進しすぎたりになってんだけど大丈夫。あ、治った治った。危ない危ない、びっくりした。人も生きてんね。で、水がなんか井戸から汲んだバケツ全部置いてってるんで、猛獣目撃。これクリックしたらさ、あ、これこっち側だ。戦ってる戦ってる戦ってる、逃げた。あー、この人どこ行った。これ逃げた人、あ、逃げた人だな。誰か熊でもここまで減らせるというのは分かったので、戦ってほしかったな。それ無謀か。となると、小屋はここ2つ作ってこの辺り守るかのような。ちょっとこれ今更出てきても遅いんじゃない。うんうんうん、この人この人、頼む戦ってくれ戦ってくれてる。あー、倒した熊をようやく。で、お肉とかは運んでくれてるのかな。これはちょっと待って、他にも猛獣出てる？大丈夫か？そしてここ人がいない。人を雇用する。雇用しないとダメなのかな。農夫農夫最終人。面接の人一人持ってきましょうか。で、今32分の32人口。家建てましょう。うん、最終小屋。ここ、あ、水辺か、こっち側。なんだなんだ。なるほどね。まあ、このようになってるのか。じゃあ、水辺であるならば、こっち側、魚、たくさんやっとけばいいんじゃないの？まあ、でも、食料そこまで困ってないんでね、もうね。食べ物、食べ物。釣り小屋。こんなもんでいいでしょ。で、こっち側に燻製できるところまた作っておいて。ああ、だからこんなに作っても人がいないんだ。人口増えないと話にならない。ということで家を優先。あとはこちら側、籠屋と川ないしで、市場では物が自動的に売られるのかな？樽。どこで手に入る？これは。何かボーナスが得られるけど。金のインゴット16。で、お金が得られると、確か、これさ、取りに行く人減ってないかな。お金が得られるとなんか人が増えやすくなるみたいな話もあったので、まあ、そこら辺も期待したいけど、労働者がいない。増えないか？最終に減らしましょう。漁師はこのまま。狩人もこのまま。響きは必要。こんなとこか？いや、でも漁師一つ減らさないと。この労働者が今5、赤い色なので、多分赤色はダメでしょ。うん、セーブ中。結構フリーにさせるかのような形でやっていかないと。で、多分樽を作る何かもあると思うので、
中央集会所は作ってある。樽絡みはどれだろう。保管絡みか。樽。樽を作れるというものはない。うん、あるね。ティア2、2段階目。樽屋。うん、こっちが大丈夫そうかな。そっかそっか、木がないから、なかなか、家も作られない。5年目。うん、結構こっちが優先して今作ってたから、なかなか物が来なかったけど。で、こっち側は、必要なものは何だろう。必要な素材がわからない。うん、税金を徴収しました、1年の。多分、市場ができたから、それでだと思う。市場もどうなんだろう、複数作ってけって感じかな。うん、で、この武器とかも、これどうやって分け与えるのかがわかんないんでね。あ、でもあれか、カリウドに武器持ってるね。持ってるね、勝手に。カリウドこのばあさんなんだけど大丈夫？まあもしかしたら歴戦の重さかもしれない。この人も武器は持ってるんでね。いや、弓。うん、まあまあ、物は多分あるんだろうと思うけど。あと満タンなのは、薪がちょっと多いのと、石と雨も多い。雨は何に使うんだろうな。まあ、旗と服か。矢はある程度ある。道具、武器、クロスボウとか。うん、そこら辺の武器絡みの何かも。作っていく必要ありそうなんだけど、丸太が足らない。でも家は立ち上がってる。単純に時間待ちか。あとは人が来ないことには、割り当てうまくいかない可能性がある。集落の品目。まあ、たくさん。食品腐敗。これは腐敗する可能性のあるものか？住民の職業。キビキも、今キビキいらないか、一人減らして、食料絡みいると思うけど、最終はいらないか。農夫は食料だからいるよね。革職人も一人で十分。まあ、こっち側で人が製品作るために行ったので、それで、労働者また減った可能性がある。多分、労働者が、とか、取ってくる人だと思うので。どうなんだろうな、マップは。ここ水辺で、全部水辺なのか。うん、これ3倍速か、今。なんかゆっくりだな、とか思ってるけど。ここはあれだな、移動した方がいいね。いや、これ釣り小屋か。これを、ちょっと前に、どんどん前に持っていくような感じで。あとは水辺も2つぐらい置いとけばいい感じになると思うけど。ちょっとこれ範囲が狭いよね。もうちょっと、アップグレードか何かで、やることによって。上がる可能性あるけど。さて、こっち側のアップグレード、あとは板だけか。石は十分ある。でも十分ってほどじゃないな。もう32、どっかで使ったからか。石は拾ってるはずなんでね。うん、で腐敗する値が少なくなったのは多分ちゃんと燻製に、魚の燻製なってると思うので、
431、結構燻製やってるね。あと小麦でパンとか作りたいけど、まだそこまでには至ってない。うんうん、食料絡みは十分になった。板も特にもうつ、あ、そっかそっか、板必要だからこれ、ちゃんと数増やしとかないとね。響き職人。一旦減らしちゃったけど。で、となると漁師も一ついらないか？農夫もちょっと減らすか？これで、労働者、潤沢。6名。まあ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 。今のところはそこまで。ヘーゼルナッツの茂みは多分収穫できるんだと思うけど。範囲外。5人、住民やってきた。これで住民絡みは、まあ、ちょっと楽になったような気がする。職業クリックしてるけど反応しない。これでまた漁師と採集人、農夫も増やす。漁師は一つ減らす。こんな感じで。まあ、6名ぐらいいれば、十分そうなので、見た感じね。で、となるとまた、家。こっち側だと、場所の公的度が高いね。まあ、だが、今はいいでしょ。あそこ後々のために取っときましょう。いやー、ようやく次の段階いけそう。多分ここは最初野菜ベリーやってるので、他にはおっと猛獣ダブルで来るね。ちょっと待って、ちょっとまあでも引き連れてきてくれた方が良いパターンもある。これがこっち側か。あ、同じか。襲われたのと目撃。ここの人はなぜのんびりやってる。もうそろそろ入ってきてるけど気づいてないね。今攻撃中になった。多分攻撃やってるはず。うん、いやこれ一人だけじゃダメだな。でも逃げてく。別のターゲットというわけでもない。勇敢だね。で、こっちが行ってくれるんであれば、もう一個あったけど、うまく誘い込んでくれればいいけど、これ移転中だな。タイミング悪かったか？微妙に入ってたけどな、今。となるともう全部の方向に、カリウド置くか、もしくは、こっち側にもう一個ぐらい置いて、二人で攻撃するかのような形に持っていかないとダメかも。今、35木材。食料、今、腐りやすいのは野菜かな、多分。まあこればかりはしょうがない。あと乳製品あたりだけど、多分次の段階に行かないとダメでしょう。多分また猛獣やってきた。これ今度こっち側にいる人で、あれ倒してないの。何やってんのこの人。いやもう解体現場になってるから多分いないのか。移住2人か。うん、クリックしても反応しないことあるんだよねこれね。漁師の方燻製やってくれるんで。で革職人、燻製職人か。
うん。いや、漁師一つ減らしましょう。で、で、どうする？いや、もう条件達成。いや、木材、木の板、あと一つ。だが、冬になったことによって、ひょっとしたら止まったかもな、動きが。ここ、木引き場。重機を探してますになってる。うん、家は多分次の段階になればまた一つの、あー、ちょっと待って、投資？なんで家帰んなかった？なぜだ？薪がないなんてことないよね。薪はあるよね。まあ、長い距離移動したのがダメの可能性もある。ここだ。なんだこんなとこなくなってる？違うわ。これは、あ、いや、ここでね。亡くなった住民。まあ、家をもうちょっと近場にやるか。まあ、あと水だよね、水。ここ水がない。井戸。リソース。ここから水普通に汲んでくれればとか思っちゃったけど。そういうわけにもいかない。あと資材置き場か。保管。資材よりかは保管庫の方がいいか。あらゆるものを保管する。新しい住民が生まれた。さて、これアップグレードできそうなマーク。アップグレードいきましょう。これも最優先といきたいが、こっち側、こっち側で重要。うん、燻製が終わった。税金徴収。建設の方に人を回す。全部割り振って、一気に終わらせましょう。あとはまた人口来るの待つかといったところなんだけど、家は最優先。うん。うん。なんかすごい中途半端なとこで帰ってったけど。うん、不安より覇気が711の豆。豆作りすぎたってこと？まあ、腐りにくい食物とか、まあそういうのありそうだね。だからパッと見そんなことは書いてないんでね。これら、ちょっと待って、そういうのやめて。特に人に移すのはやめてもらいたい。家から廃棄物を取り除いてください。家から廃棄物を取り除くんだけど、それってあったっけかな。今もうすでにそれができるのか、もしくは次の段階にならないとできない可能性もあるんで。住民回復よかったね。うん、堆肥集積場。あ、排出物を使用可能な堆肥にします。これか。うん、結構そばに置くとマイナスになるね。堆肥だったらこっち側か。二人の住民。うん、労働者3名。建築が5名。建築してないときはどうなんだろう？勝手に労働者になるのかな？そして間もなく。あと10。
この真ん中。出来上がった。あ、なんか特に大きな動きなかったな。なんかあるかなとか思ったけど。ということで、一気に建てられるものが増えたはず、ティア2。これあれか、アマ使うか。ちょっとアマがたくさん余ってるんで、アマ使って何かやらせましょう。ここら辺は職人絡みで。これ板が必要。まあ、板はもう作ってるんで、待つしかない。で、他には防具屋。武器屋はないの？まだもあるんだけど、武器屋はない。防具だけでも、じゃあ。やっといて。こんなに適当にやってていいのか、疑問だけど。あと、薪も危なくなってきてるから、薪は人入れましょう。で、それだけじゃなく、食料絡み。風車。船引きか。小麦粉絡みがいけそう。果樹園。果樹園ね。これをやることによって何が起こるのかがちょっと分かってないけど。果樹園。ここで働いて果樹を維持して収穫を行う。まあ、ここら辺の多分周りの木をなんか維持して収穫を行うとかそんな感じか？あともう一個、牛小屋。交易所が必要？ひょっとしたら。で、住民マックスまで行った。となると、このティア2行きたいんだけど、アップグレードしないとダメなのかな？アップグレード費用、木の板。これ一旦アップグレードすることによって、アップグレードの必要が、公的度が 30% でないとダメ。薬草が一つ必要。木の板は、その都度使ってしまってると思うんで。で、お金もない。税金でサービスマイナス4。臨時で建物が159。あ、まあ、何か作る際にお金も必要になってるね。この辺りとか。137。で、住居はちょっと作っておかないとダメなので。公的度30以上。ここマイナスか。なんか全体的にいい場所はないよね。そんなにね。ここ市場あるからそこに寄せるという手もあるけど。もうたくさん事前に作っておきましょう。で、一個だけ優先してくれれば。まあ、とはいえ、丸太がなくなるからあまり良くないけど。んで、薪もどうなんだろう、増えてるか？そもそも木がないから、薪がない可能性もある。取りに行く人がいない。これ今減らしてるけど、これ以上は減らない。まあ、最低一人は必要ってことになるのかな。うん、まあまあ一人で頑張ってもらいましょう。で、他。6。和職人とかも今何やってるか分かんないから、減らしてもいいか。あとは石も、木も。木もなんか勝手に取ってきてくれるようなものがありそうな気がする。このリソースではそうしたものはなさそうか。住民二人生まれた。となるともう一個、これ優先して、家を作ってもらいたい。まあ、だが、ある程度回ってきたので、もう問題は、日常、日用品とサービス。
学校とかネズミ捕りとかいろいろあるね。交易所はあった方がいいんじゃない？あと市場はそばに作ると公的度が上がるので、ここら辺か。どこら辺がいいか。当面これで様子見。薪の数が結構減ってきてるので足らない可能性あるな。もう一人作るか。多分だけど丸太が足らないから薪が生産間に合ってない可能性もあったので、ちょっとバランスどうなってるか改めて確認しないと。もしくはもう職人全部普通の労働者にやって薪を大量に持ってきてもらってからまた別のことをするという手もある。燃えている。これなんだろうな。なんかやたら川なめしか今回は。以前は響きの方が燃えたけど、うん水置いてくのやめてもらいたいんだけど、もういらんだろうみたいな感じで。バケツの水が。雪も止んで、全体的に動き出している。7年目、新しい住民が生まれた。鳥の巣がある。鳥の巣は何だろう？卵とか取れんのかな？パッと見、ダメなところはないと思う。税金徴収。お金4しか増えてないんだけど。市場はガンガン作った方がいいのか？それとも、作らん方がいいのか。住民、川はいらない。農夫は、まあ、いるよね。どこ減らす？最終にいらんか。燻製はあった方がいいよね。漁師も減らす。いや、ダメか。食料が微妙。だが、丸太はある程度取っていくような感じになってる。今15。木の板が多分どこかで使われてるので、ここら辺の建設終わるまでは。まあだが、また新しい建物も作れるようになったのと、あとは人口だよね。人口もうちょっと増やさないとダメだと思うけど。薬用根、薬に用いる根という。で、ここは柳の茂み。柳も何に使うのか分かんないけど。さて、襲われてる。逃げてる逃げてる。あ、それでも逃げてる間食らってないような感じなので。略奪者が目撃された。ちょっと待ってちょっと待って、それは聞き捨てならんぞ。このこっち側も略奪者ちょっと待って、なんでクマ、ちょっとこの略奪者を狙ってよ。これ誰が攻撃するのこの人に。いや全部家に入っちゃダメなんだけど。戦ってくれ誰か、誰か戦ってくれ。ちょっと待って、これ結構でかい保管庫。ちょっとこれなんか、あ、でもあれだ、これ味方、これ敵だよね。ちょっと この人は味方なのか敵なのか分かんない。
いや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 、でもこれ戦いに行ってんね、この人。これ狩人だな。随分拙者するね。うんうんうん。向こうが赤いから敵だと思うけど、耐久は書いてないんでね。あともう一回、あともう一回、おお、いいね。射止めた。こっち側、なんか先頭だけ色がつくかのような、まあ誰か一人が色ついてそれ以外はつかないかのような。まあ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 悪くはない。で、と向こうの方が足が速いか。一応奪われた扱いになってるのかな、一発撃った後ろ側遅れたのが。あ、なるほどね、耐久全く減ってないとこのゲージが出ない可能性あるな。うん、範囲がいってしまったから、これも狩人だよね。狩人どうなんだろう、真ん中に集めた方がいいのかな、こうなってしまうと。いや、あれか、狩人以外の何かを。ちょっと待って、まだ襲われてる？音楽鳴りやんだ。矢倉みたいなものが確かあったんだよね。防御用、防衛。兵舎。兵舎訓練を受けて、兵舎に収容される。でもこれ守るのここだけなの？だから重要施設はこの辺りにあるので、全部。これどこ？どこだ？こっち側？ああ、熊にやられてる。熊ったね。この人は？いやいや、これこっち側、襲われてる方向行ってもらいたいんだけど、どこまで行くんだろう、この人。あ、住居に備蓄してる。だから今、何か取って。多分家とかも、変にこういう風にまとめるよりかは、ばらした方が、で、こっち側の人はこっち側にある家に住むとか、まあそういうのありそうなので、うん、熊いるね。もう一匹なんか奥にいるね。この人も戦い？これ燻製だな。いや、向こうの方が、与えてくるダメージ大きいけど、うん、逃げる逃げる。ちょっと待って、そこで亡くなるとかバカなことしないでよ。まあ足はなんかこっちの方が速いっぽいんで、うん、なんか周りの人も逃げてるけど、はい、こっち側まで来ればここの凄腕の狩人がいるんで、常にここで守ってるかのような。ここの人どこ行った？このばあさんが、このばあさん強いんでね。いいね、おとりになって。ダメージ取ってないぞ。いや、ばあさんも、ばあさんも、あの世行きそうなんだけど。まあ、ちょっと強いのか。あ、危ない危ない。まあ、だからこそ早く兵舎欲しいけど。でも、この範囲しか守れないんであれば、ちょっと面白くないね。いや、狩人必要だけど、まあ、その前に防具でね、この防具屋が立ち上がれば、でもこれお金も結構必要で、お金も全く今ないんで、これ麻の服はどうなんだろう、防御的にいいのかどうか。武器も以前から数減ってるので、もしかしたら誰かが持ってって使ってる可能性がある、勝手に。うん、のんびりしてんね、随分。何かすべ書いてないのかな、これ。うん、特に書いてないな、守り方が。
仕方がない。で、あと、まあ、櫓みたいなものもあるんだけど、防衛、櫓。衛兵を配置する必要がある。まあ、それなりの範囲あるんだけど、いや、これもお金必要だな。よくないね。まあまあまあ。というわけで、今回はこれで終えたいと思います。初の襲撃あったけど、一応防げてたので、まあそこら辺は問題ないのかなと。この続きまた興味ありましたら次回以降もご覧いただけたら幸いです。ではでは。